経液酸とは、姿勢式 C6H5CHE コール着で、表される、方向属不飽和カルボン酸に分類される、有機化合物である。IUPAC 系透明は3フェニルプロパ -2 塩酸。分子量は148.16。CAS 登録番号は、621から82から9。β、フェニルアクリル酸とも表される。 植物界に広く存在する。シストラン水生体の双方を経費酸と呼ぶことも多いが、競技には E 体のみを経費酸と呼び、Z 体はアロ経費酸と呼ばれる。アロ経費酸は不安定で容易に E 体へと異性化する。シンナムアルデヒドの酸化によって作ることができるが、工業的にはベンズアルデヒドと無水酢酸,酸に酢酸,酸カリウムを作用させる。 パーキン反応によって作られる。経営機産はフェニルプロパノイドの一種であり、天然に存在する経営機産はフェニルアラニンがフェニルアラニンアンモニアリアーゼによる脱アミノ化を受けることで生成する。経営機産のエステルのいくつかに方向を持つものが知られる。は、分子式 C10H10O に有点摂取36度、沸点摂取261.9度の低有点の 結晶である。いわゆる、松茸臭、バルサム臭を持ち、香料、食品添加物などに利用される。水には溶けず、エタノールに溶ける。松茸、バジル、イチゴなどに含まれる。は、分子式 C11H12O に、U.6 摂氏10度、沸点摂氏271度の液体である。いわゆるシナモン臭と言われる、果実臭、バルサム臭を持ち、香料、 食品添加物などに利用される。水には溶けず、エタノールに溶ける。は、分子式 C13H16O2、沸点摂氏1 4 5度1 3水銀中ミリメートルの液体であり、純粋なものは、エーテル臭がする。水には溶けず、エタノールに溶ける。は、分子式 C18H14O3、有点摂氏1 3 6度の結晶である。水には溶けず、 エタノールにわずかに溶ける。ベンゼンなどに熱自を介する。コーヒー酸は分子式 CQH8O4。分子量は180.16。コーヒー酸あるいはカフェ酸という汎用名がある。キナ酸と3、4、ジヒドロキシケイヒ酸とのエステルはクロロゲン酸と呼ばれる。3、4、ジヒドロキシケイヒ酸もクロロゲン酸も 植物の成長制御に関与する物質である。その他、エステルとして植物界に広く分布し、その一部はタンニンとして知られる。生合成的には、経費さの参加により生じる。ありがとうございます。